一連の流れでもそうなんですけど、たまちゃんはずっと前から言ってるのは、いつか必ず食べ物が足りないっていう時代が来るんで、必ず来るって、そんな歴史を見れば明らかなんですよ、ね、だから自分がどうやったら生きる糧を得られるのか、どうやったらそのまあ自分が食べていくものをその育てることができるのか、ね、そういうその命の根っこの部分を体験する、そういう必要があるのかなって心のどっかで思ってたのかもしれんよね、まあ、だから農業に行ったんだろうなって思うわけです、これから先必ずね、今回ほらマスクやトイレットペーパーいろんなものがピヤーって綺麗になくなったでしょ、ね、これから近い将来ひょっとしたらスーパーやねいろんなお店から食べ物がピヤーってなくなる可能性あるんですよ、あるの。でもその時に問われるわけですよね、今まで自分たちが避けてきた、選んでこなかった世界、ね、よく農業って一次産業って言うじゃないですか、で今一次産業ね、一次産業なんてつくもんじゃねえよみたいな感じでね、二次産業三次産業今六次産業までありますからね、ね、6次産業まであって、その数字が多い方が、なんつったらいいんだろうな、こういう言い方すると失礼かもしれませんけど、数字が多い方が楽して稼げるぜ、みたいなね。そんな時代があったじゃないですか。1次産業が一番大変で、一番金にならんから、誰がそんなもんするもんか、みたいな世界があったじゃないですか。そうだね。でしょ、だから誰も選ばなかった。子供の夢にもならなかったじゃないですか。自分は将来、ね、農家になってたくさんの人をね喜ばせたいみたいな子供に私ねほとんど出会ってない、ほとんど出会ってないですよ。いや何人か出会ってるんですよ、その何人か出会った子たちっていうのはすげえなって思ったんですけど、でもね、一次産業っていう意味は何かっていうと、あの数字が小さければ小さいほど人の命に大きく関わってくる、関わってくる。で、ないと絶対困る順番にナンバリングされてるんですよ。わかる？一次産業っていうのは一番大事な産業だっていう意味なんです。それがなくなったら終わりだから。農業、農林漁業なくなる終わりだから。できないから活動が、その命の活動ができない。ね。まあその乱暴にその区分けするとですよ。で、その一番大事な、その命、ね、農業に、たまちゃんとひばりくんが今ついているっていうことって、きっとこれから先、なるほど、こういうためやったんかって分かるときが、腑に落ちるときが来ると思ってるわけです。そうだね。だから、みんなに、自分ができる範囲でまずはプランターからでも、ね、その命の喜びを体験するといいよって言ってるのはそういうことなんです。この命の根っこを持ってるか持ってないかがその後の生きるゆとりにつながる、つながるんです。何があっても大丈夫って思えるかどうかっていうのはこの根っこにつながってるかどうかなんですよ。そうだね、はい、たまちゃんとひばりくんがなんとかなるってね、思えるのは間違いなく農業やってるからなんです。これもう間違いないですね。まあ簡単にはたまちゃん流に言えば死にやせんって、絶対死にやせんよって、死ぬわけないじゃんってね、だってお米あるんやし、野菜あるんやし、お肉もあるんやし、死ぬわけねえじゃんみたいなね、それ農業やって初めて分かったことですよね。そうだね、ああ根っこの部分ってこういうことなんやって、これが一番大事やから一次産業なんやってたまちゃんは思った、だからね、いろんな意味があってきっと自分はここに生かされてるんだと思うし、それが時々とても不思議になる、それがさっき言ったなんで俺こんなことやってるんやろっていう思いの正体なんだろうなって思うわけです、あのたまちゃん今ねちょっとアレルギー気味でね、今鼻が詰まってるんで声もね、なんかほら最近の収録で自分で聞き直すと、あ鼻詰まりの声やなって思うんですけど、本当本当本当
分かるから、すぐ鼻が抜けてる声っていうのと抜けてない声っていうのはすぐ分かるんですよ、うん、私そのプロですから、うん、でもこれはあの風邪ひいてるんじゃなくてアレルギーなんで気にしないでください。タマちゃんが年がら年中やってるアレルギーなんで、アレルギーになってるのか、まあいろいろね、いろいろあるんですけど、まあね、あのこれはもうタマちゃんのちっちゃい頃からの、まあなんつったらいいんだろうな、このアレルギーっていうのは、友達っつったら変ですけど、うん、幼馴染みたいなもんですよ、うん、だから今更これを排除しようとは思わないし、もうこれとずっとなんか一緒に生きてきたわけで、まあ、タマちゃんのそのなんちったらいいんだろう、人生や命の一部だと思ってる。だからこれをなくそうなくそうとは思わない、うん、これと一緒に生きてきゃいいやと思ってる。それを敵と思うとちょっとね。あ、そうそう、だから敵と思ったことは一回もないんですよ、うん、はい、まあそれどころか、それがそのアレルギーや喘息ですら思ってなかったわけですからね。あ、そうだねルートミトンが教えてくれた人生の真実みたいなね、やつらが来たからね、喘息だっていうのが分かったし、アレルギーだっていうのが分かってびっくりした、うん、まあでも今回ね、ニンニクをやる中ですごく思ったのは、道具の力ってすげえなーって思ったですよ。あ、道具の力すごい、はい、すごいわ。あなたはそれ思ったね、思った思った、道具の力はすげえわって思ったわ。っていうのがなんでかっていうと、うん、間に合いそうになかったんですよね、うん、やばいって思ったんですよ、さすがに、うん、やばいはずなのに、うん、昨日朝からもうかかりっきりにならなきゃいけないはずなのに、うん、地区の草刈り作業がそこに入ってぶっ込んで来られたわけですよこんな大事な時に、おい朝6時からかよみたいなね。しかもそれが終わって、さあ帰ろうって思ったら、うん、ちょっと待ってくださいみたいな、うん、次は農道の整備やりますみたいなおいおいダブルブッキングかよおいみたいな。そして農道ブーンって草刈りしてようやく終わったと思ったら、うん、私ね、いろんなところに足突っ込んでるんですよ、うん、ね、でいろんなところに足突っ込んでるから、うん、そこにも呼ばれたわけです、はい、ね、もしよかったら手伝ってくれんかいっつって、で私が言う返事って一つじゃないですか、うん、喜んで行くに決まってるじゃないですかっつってね、うんうん、で3つ目の会場に行ったわけです。私で帰ってきたのは11時ぐらいだったんですよね、うん、まあね、なめくじみたいになりながら帰ってきたわけですよ今回はやりすぎたよみたいなね。ところがその3つ目の会場、行く必要のない会場なんですよ3つ目は。まあ ね、うん、だってその住んでるその区割り、うん、区割りが違うところだから。ただそこでお世話になってる人が、うん、ね、その取り仕切ってるところでね、うんうん、でまあ人手が足らんのよっつって、うん、もしよかったらでいいんやけどって、うん、ね、手伝ってもらえるとすごい助かるんやけどって言うからね、それと手伝うに決まってるじゃないですかっつってね、うん、2つ返事で私言ったんですけど、うん、普通の人だったらいやちょっとって言うじゃないですか。でもいやちょっとって言わなかったらどうなったのかっていうと、そのね、作業が終わった後、終わった後に、そのね、お世話になってるその責任者の方にね、はい、まあニンニクを誘ってくれたのがその方なんですよ、うん、でその方が、うん、ありがとうねーっつって、助かったわーっちゅうて、うん、いやーでも明日出荷でしょニンニクがっつって、うん、で今日どれぐらいかかりますかねって話したんですよ、うん、そりゃ集中してやればなんとか今日中に間に合うんじゃないのみたいな話でね、うん、でそのニンニクの根を切る、はい、実は専用のハサミっていうのがあるんです、うん、ニンニクの根を切るハサミっていうのがあって、うん、でそれをタマちゃんはネットで買おうかなどうしようかなってずっと迷ってた、うん、迷ってたわけです。なんで迷ったかっていうと、うん、1万円ぐらいするんですよそのハサミ、いい値段がするハサミでね、うん、まあいい値段がするって言ったってあなたね、うん、そんなあなたの利用者利美容師が使ってるハサミに比べればそれは可愛いもんですけど、あそこそこ15万とかしますからね、そんなのに比べたらね、うん、それはあなたね鼻で笑われるかもしれない。でも普通の人ハサミ1万円とか出さないでしょ、うん、ねえ、だからどうしようかなって思ってたんですよ。まあ試すこともできんからね、どんなもんか、うん、で
そしたらその責任者の方に、実はあの買おう買おうって思っててずっと悩んでるんですけど、でももう今更ネットで注文しても間に合わんのですよねとかいう話したら、実は予備で1本持ってんだって新品を、よかったらそれ譲ってあげるよって、本当ですかつってね、ありがとうございます。いやもちろんその代金をお支払いして購入したんですけど、それ持って帰って切った時に目から鱗が5000枚ぐらい落ちたんですよね。何これみたいな ね、今までの苦労何だったんだおいみたいなね、サクッサクッサクサクって切れるわけですよね。何これみたいな。やっぱ専用ってすごいね。専用ってすごいよ、まあすごいわ。びっくりしたわ。ほんでそのニンニクの茎を切るのに、その押し切りっていう機械があるんですね、まあ、機械っていうほどのものじゃない刃物がついてて、そのザクって切るやつなんですけど、それにもいろんな種類があって、下刃っていうタイプの、その下に刃がついてて、それがこうまあちょっとなんかこれを文章を言葉で表現するっていうのは難しいんですけど、学校にこれも見たことある人いるかどうか分かんねえな、学校にねそういう押し切りっていうのもあるね、髪を切るなんかザクって切るのがあったじゃないですか、あイメージ的にあんな感じ、ちょっともうちょっと複雑なんですけど、ほんでそれで切れば楽に切れるよっつって貸してあげるよっつって、ありがとうございますって言って借りて切ったら目から鱗が1万枚ぐらい落ちちゃうんですよね。何これみたいな、なんじゃこれはみたいな。すぐネットで探して注文しました、はい、すぐ即なんじゃこりゃーみたいなね。でもね本当にすげえなーって思った、道具の力ってすげえなーって思ったし、その道具の力ってすげえなーっていうことはどういうことかっつったら、これを考えた人間がいるっていうことなんですよ。これを考えた人間っていうその人間の力ってすげえなって思うわけですよ。人間の力の中で偉大な力っていうのがあって、それが考える力なんですけど、この考える力の賜物でしょ、はい、ね、考えた結果いろんなものが世に生み出されて、そのいろんなものが生み出されたもので、タマちゃんたちは豊かな生活を送ることができてるわけでしょ、すげえなと思ってね。その専用の道具もすごいし、それを考えた人もすげえし、ね、でも本当あの昨日も朝草刈りをするんですけど、タマちゃんは草刈り機4台持ってるんですね、まあ、それは用途がねいろいろあるっていうのとあるし、価格帯もいろいろなんですよね、一番高い草刈り機は8万ぐらいするんです。私が持ってる中で一番高いの8万ぐらいする。で今回持ってったのは安いやつ、とてもホームセンターで売ってるやつ、その8万のやつはホームセンターで売ってないんです、営農組合みたいな、あの農協とか、あの林業組合とかそういうところで売ってるやつね、でもパッと見一緒なんですよ、でパッと見一緒なのに、これ何が違うのかわからないじゃないですか、普通の人は。わからないよね。女草刈り機やったらそれできるだけ安いの買えばいいじゃんって思うじゃん、でも使ったらすごくわかるんですよ、すごくわかるのは何かっつったら疲れが全く違うんですよ、全く違うんです疲れが。あのね安いやつは振動がでかいんです。そうね、はい、音とかもね、そうそう、ところが高いやつはその振動がほとんどない。ほとんどない。だから疲れない。そりゃそうですよね。チェーンソーにしたって草刈り機にしたってなんだってそうなんですけど、プロが使うのって結局どういうものかって言ったら疲れないものなんですよ。長く使ってても長時間使っても疲れない。疲れにくい。工夫がされてる。それが値段になって反映してる。
だから草刈り機1万5000円の草刈り機もあれば8万円の草刈り機もあるんじゃないですか。でその値段型は理由がちゃんとある。使ってる部品も全く違う、全く違う。一般用とプロ用では全く違う。あのね、プラスチックと金属ぐらい違う、あ使ってるの、はい、だから耐久性が全く違う。プロ用の機械って結局その何が違うのかっていうと、長時間連続して使えるんです。あのね、普通の家庭用の特にモーターを使ってるやつ、モーターを使ってる家庭用品っていっぱいあるじゃないですか、はい、あれね連続運転ができないんです。そうよね、はい、ある程度したら、はい、休ませないといけない。なんでかっつったら、うん、あのモーターってコイルなんで、それが熱を持って焼き切れるんですよ、うん、焼き切れる、加熱して、うんうん、加熱っていうのは熱が過ぎるって書く加熱ね、うん、だから休ませないといけない。だから定格時間っていうのがあるんです。この時間を使ったら絶対休ませなさいっていう時間がちゃんと書いてる、モーターを使った家庭用品。でもプロ用って連続使用が前提なんですよ、はい、あの例えば20分使ったら休ませるとかって仕事にならんのですわ、うん、だからまずモーターの作りからして全く違うんですよ、全く違う。しかも過酷な使用に耐えるためにその部品がそのなんちゅうか連続運転に耐えられるような素材になってるし、精度も一桁二桁違うんですよ。そらそうよね、家庭用で10分やそこらちょっと使うのとね、何年間も使う機械ではそれあなた求められるねクオリティが違うのは当たり前の話で、それが値段の差になってる、値段の差になってる。だからどういう風に使いたいかによって、そういうことです、はい。だからあの日曜大工程度のやつにプロ用を使うっていうのはオーバークオリティなんです、はい、でもたまちゃんはそれを勧めます、それはそのなんつったらいいかな、高いのには高い理由があるし、その理念を吸収してほしいなってすごく思うんですよ。その考え方、物の考え方やね、そのこの製品を作った人の思いと共に生きてほしいなっていう願いがある。だからたまちゃんは揃えるものはほぼ全てプロ用なんです。プロ用って高いのには意味がある。そしてその高い理由は何かって言ったら、その人たちのアイデア量なんです。そうだよね、はい、でもこの世の中ってアイデアにお金を出し渋る人がすごく多いんですよね。そう、形があるものは喜んでお金払うけど、形がないものに対してはこんなんただやんって思ってる人たちって結構いるんですよ。代表的なのがあのイラストレーターの悩みってやつでね、イラストレーター、イラストを仕事にしてる人たちに友達が気軽に言うんですよ、ちょっとこれ書いてっつって、ね、友達やからいいじゃんみたいな。私そんなやつを友達だって一回も思ったことないですけど、あの私が考える友達っていうのは、あのこのイラストレーター書いてもらえんかな、ありがとうっつってちゃんと多めに対価を払う人のことを友達って思ってますんで、ね、ただで書いてよとか言うのはそれ友達じゃない、それたかりです、ね、だとたまちゃん思ってるんで。だからその形のないもの、形に残らないものっていうのにそのお金を払わないっていう生き方は自分はしたくない、まあ、そういう思いもあって自分はそのプロ用を買おうと。だって長く使いたいし、でね疲れないんですよ。結局長い目で見るといろんな意味でお得なんですよ。いろんな意味で、あ安いの買ってもね、安いの買ったらね、ちょっと力が足りんなとか言ってね、買い直すとか言ったり、あのね、本当にこうこれは人間のとてもいけないところだと思うんですけど、安いの買うと扱いが雑になるんですよ。うん、最たるものがなんて100均のボールペンでしょ、うん、雑になるんですよ扱いが、はい、その雑になると世界が悲しむんですよ、うん、
だって世界にはその同じね、例えば100均のボールペン、高いボールペンって世界からすれば変わらんのですよ、価値は変わらないのに、自分の中で値段っていう価値で物を見るんですよ。これ安いから別にいいやみたいなね。それって私の先輩から言われたことなんです。私が若い時に小田君って今からプロとして生きていくわけやろあなたはつってね、何かしらのお金をもらうっていうことはもうプロっていうことなんやって、うん、ね、そのバイトとかパートとかそんなの関係ない、プロなんだみんなって、うん、そこにお金が発生するっていうことはもうそれがプロフェッショナルの条件だ、うん、お金をもらうっていうことはあなたはプロだっていうことなんだって、うん、だからプロとしての矜持を持てっていうんですよ、うん、矜持っていうね言葉もね、うん、あのまあ、襟を正せっていう意味ですよね、うん、プロとして襟を正せっていうプロとしての矜持を持てっつって、その先輩すごく大好きだったんで、先輩の頃がもうね、うん、かなり年上の方、私の大好きな方だったんですけど、うん、プロとしてのその誇りや矜持を持たなあかんよ、ね、うん、だから道具にこだわれて、うん、ずっと一緒に過ごすパートナーを選ぶつもりで物を選ぶ、うん、っていうことを言われた。それがあの前にちょっとあの講演会で話したと思いますけど、たまちゃんを昼休みにちょっと海を見に行こうかっつって、たまちゃんの車に乗って行ったあの先生がいるんですよ、うん、でその時に20代は突っ走れと言った先生です。はい、もう大好きな人で、ね、この人がプロとしての矜持を持てって、ね、それがプロフェッショナルとアマチュアの違いなんや。お金をもらってもアマチュアのやつがいっぱいいるからって、うん、そんなやつにはなるなって、うん、プロとしての誇りを持てって、うん、だから道具を選べって、うん、きっとその道具を作った人に対するリスペクトね、そういう思いがプロフェッショナルっていうのをこう培っていくものなんだって、今その先輩の言葉を噛みしめてる自分がいるわけですね。まあそういうこともあってたまちゃんはプロ用っていうのを揃える、そしてずっとそれを使ってる、ずっと、だからうち10年以上使ってるの山ほどあるんですよね、うん、でもそれって大事なことやなと思うんですよ、うん、一つの道具を長く使う。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。